みなたのエルマジ主役さ硬いにゃたおみなボンジョルのオルティージア青いようにしちりゃ喧嘩っつってもさやっぱり人数多いからさ、うん、上同士で話終わってさこれで解決で終わりなんだよ、ね、結局、うんうん、15、16の時とかさ、うん、やっぱね危ないやつが強いみたいな、うん、だから俺毎日だからビトンのセカンドバッグにウリタク言うように入れてたもん、はい、なんか護身用にはいそうで参ったしないで一発刺せば、うん、なんかこいつやべえよみたいなわかるそんなそこまでしてんだこういうやつにさビトンのやつにさ、はい、入れてさこいつやべえみたいなじゃ負けてもいいんだよ俺も結構やられたこともあるしさ、うんうん、そうそう江田さんってタトゥー入れてないですよね確か、うん、まあ予約入れてる間にこれされただけなんだけどねあ予約入れてたんだけどそういういきさつだったんですかなんかポリシーがあるのかと思ったらそうじゃなかったんですか俺もアーティストやりたいもんあ今さらさかっこ悪いじゃんさちょい出てきて30もう40だよ俺ら、うんはい、40で今さら入れたところで、うんうん、今の社会的にさ、はい、あの時はほらそういうのなかったからどこでも温泉行ったりそう社会的にも考えてるの結構彼は繊細というか、うん、自分が結構それってなんていうの今やることが有益じゃないなとか、うん、そういうのはすごい匂いに敏感その、はい、こんなことやっても俺得しねえじゃねえかとかそういうことにすごいちゃんとだから計算ができるというか、うんうん今も自分の中で多分ちゃんと距離を決めてるから人と、うんうん、悪いやつらと付き合わないとか多分いろいろ距離が測れてたんだから多くを語らないんだよ俺はめちゃくちゃ語ってみてじゃないですかいやいや俺はこんなの、ええ、全然大丈夫な方だからもう本当にあそうですマジでもう本当もうな本当某なんとかの事件とか某なんとかの昔の言ってもいいことはないからさあなるほどなただウリタ君の場合はそれはなんていうのかなうまい具合にみんなが求めてることに応えようとしてまあ殺されかけたけどそんな勇気は俺はやっぱすげえなと思うよじゃあ俺が逆の立場でじゃあアウトサイダー出ましたと ある程度有名になりましたとだから金稼ごうと思ったらこの人すげえ金稼いでるのにそれを利用してやんなかったのはすげえなと俺はできたと思う自分でもある程度はうん、でもそういうのやったところで自分のなんていうの一晩で使っちゃうよお前なんかそう、うん、まあポリシーだったりとか、うん、そういうのはさやっぱなんか違えんだよななんていうのかな難しい言葉じゃ表せないけど、うん、感覚、うん、なんかでもね波長が合いそうですよね、うん、お二人はねいやすごい可愛いです可愛い、うん、感覚だよねもう嫌なこともいっぱいいやめね上からやられてきたりとかあとその着地地点がその自分らの中でみんながその美徳とか美学にして守ってきてる男の価値みたいなやつの例えばそのビビって頭下げちゃう時もあればあの力でねじ込まれちゃってもうこの人たちがいるならここでもあんま生きがんのやめようとかっていう思うこともあるやつらがどっかで追い抜く時もあるし最後の着地地点がガキができてなんかわかんないけどそのどこでどういう生き方するかが多分最終地点で突っ張ってた時っていうのは別にあんまり男の中の10分の1ぐらいしかねもう残りの9ぐらいはまだ残り長い人生で待ってるから、うんうん、でもあれがあったから今みたいなそういうわけわかんないネット社会でもないしいや、売りだ、まあはっきり言って池袋にはこいつらいる渋谷にはこいつらいる新宿にはこいつらいるっていうので変なわけわかんないやつらを湧いてきてってもう警察も分かってるからもうこいつらも顔も知られてるし名前も分かってるからこいつらが何かやったらこうだとか分かってたからでも今分かんないじゃんネット社会でさ、はい、いろんなわけわかんない事件とかも多分抑止力にはなってたよね出演枠じゃないけど、はいはい、ガキの時そういうのは思ったよね、はいうん、出てきてちなみにこのチャンネルは俺たちが犯罪者を過ぎて犯罪者の星を探すっていうお前がさっき登場してから今まで喋ってるものが全部犯罪者の目線なんだよ面白いけどまあ気持ちがねそうそう必要枠だから今は本当に更生してるっていうことをちゃんと、うんまあ、何が思って、まあ、余計なことしてないってこと、うん、そうそうそう余計なことはしてないいらんことしいだから若い時はまだ池袋界隈がベースなんですかいや俺はもう違うよ今はそうもう大人しく生きてるんでまた、はい、まあ、たあの酒は好きだけどね、うん、じゃあトラブルもなくまあ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 
まあまあどうだろうな、わかんねえよ。ほらほらほら、こう出てきちゃうじゃん、なんかそう、なんか遊んでて、なんかいや飲みます、俺ほんと記憶飛んじゃうから、うん、その時はなんか昔の自分じゃねえけど、うん、なんか子供が出てきちゃうな、これ15歳ぐらいのポコって出てきて、おらーみたいな時はある。あんま飲みすぎない方がいいやろね、うん、だからすごいなと思うよね、酒やめたっていう。俺はもう、あの、酒乱だから、うん、俺はどっかでやめないと自分逃げちゃうから、うん、で、もともとは俺は体の割に気がちっちゃいから、酒が入ると気が大きくなっちゃうの。そうするともう、あと忘れてた日々のそのいろんな恨みを、うん、酒が入るとカッとなっちゃう。あの野郎、あの時やってた。まあまあ、いくつなんですか。あ、もう50です、今年で。全然上じゃないですか。はい。最初、お前チャンネル登録してよ。お前ちゃんと売るためのこと盛り上げろや。大丈夫です。それ思ってるの今も。大丈夫です。出てこないですからね。そうそう、おっしゃる通り、おっしゃる通り。確かに確かに、そんな今までだって全然こんな発言してるとこがないっていうのは、うん、プライド高いから、本当は安売りしないよ。なんか田舎の不良をバカにするわけじゃないけど、田舎もっていうのは出たがりなせいで、うん、すぐ出て安売りしちゃうけど、都内の不良っていうのは結構すごい付加価値みたいなにこだわるから、うん、誰々がこういうの出たんだったら俺も2番煎じは恥かくからやめとこうとか、そういうのが早いよね、計算が、うん、結構先にやったもん勝ちみたいなところがあって、うん、だからほら、売田君の場合は求められて答えるタイプじゃないですか、うん、じゃあ自分からこう出てって、じゃあ注目集めて、俺すげえだろじゃなくて、もともとすごかったから、俺らのガキの間じゃやっぱ何人か指5本ぐらいの指に入る1個上じゃ人間だからさ、もう某地元のね人間、渋谷だったり新宿だったり、やっぱうちのね練馬だったりとかのなんか1個上の中ではすごい人だったから、もともと俺らからしてみればもうカリスマっていうか、仲良くなって一緒に行動してた2年間ぐらいはずっと毎週会って遊んでくれたりとか、会うとこ会うとこが変な、もう一人でいるの。そうそうですね、俺も都合悪くて一人でそういうとこ行ってたけど、あれここでってうっすみたいな感じで、うん、よく会うっすよね。本当闇を抱えたところでよく闇を暗いところでよく会うんだ。本当でも180ある。あ、176ぐらいじゃないですか。あ、そうか。教育だとさ、はい、英徳って言って、はい、180以上だとちょっとシャリがね、でかいんですよね、少し多いから特 A って書いてある。そうそう、だから79ぐらい、179ぐらいのやつはちょっと背伸びするんですよ。まあよくあの特 A をの蓋替えて特 A にさせてたけど、特 A 回ってきてたよ。いや、傍聴だったから俺。あんなもん足りないもん、絶対傍聴だから。傍聴だった。傍聴だった。長いから傍聴だった。傍聴3年やってるから。いやだろうな、俺の下部屋入ってきたら筋トレ多分ね、これチャンネル登録してて俺と同じ工場だったやつはマジ俺に対しての恨みは半端ないと思う。部屋入ってきた瞬間にあのもう毎日筋トレだから、強制的に全員やらせるんですか。腹筋割れないと俺の部屋出れないっていう、そう、わけわかんないしきたりを、あの毎日筋トレっていう。やることねえんだもんだって、つまんねえんだ。で、男がやっぱさ苦しんでる姿ってさ、なんか面白いんだよやっぱり。はい、うん、そう、なんかブルブルなんかさ鹿みたいなこんななってる姿ってやっぱ面白いじゃん。なるほどなるほど。そうだからやっぱさ、みんなほら格闘技好きなのもほら人が失神して倒れてる、そう、姿っていうのは面白いで、殴り合ってね。まあ、どうも本当に3年目で傍聴になったの。3年だって古い人が出てったから。5年未満はいないじゃないですか。だから6年とかで一番長いんですよ。6、7年で、うん、あ、刑期長いから最初からもう、そうそうっすね、もう3年とかっすね。大体最初の1年ぐらいが一番やっぱしんどかったっすよ。まあいっぱいね、あんといろいろあのあるけど、あ、とりあえずチャンネル登録はお願いします。そのために出てきたんだお前。そのためにお前、そうそう、お前6年ぐらいお前メディアにはメディアぐらいお前メディアにはお前出ないようにしてたんだから。ああ、じゃあ6年ぶりぐらいですか、こういうとこに表立って出てこられたのは。そうだね。ああ、ありがたい話で。まあいろいろあったけど、はい、某 V シネのオファーとかはあったけど、あ、興味ねえから。
出たところでだって、うん、あとはもうもらえて5000円とかですよね。関わる人が多分お前いきなり金の話するから扱い方に困るんだよ多分。まあまあまあはっきり言って、まあ、売田君もそうだと思うけど元気で、うんうん、健康でなんかやっぱ生きてれば嫌なことの方が多いけど、はい、やっぱ健康であれば何かしらなんていうのかな、うん、もう売田君も結婚してるしさ今さ何かじゃちょっとしたなんか幸せかみしめられる時ってあるから、うん、だから別にじゃあ金持ってて幸せじゃないやつもいればね、いろいろなブレーンいっぱいいたりとか仲間たくさんいても幸せじゃない時もあれば、うん、だから、うん、まあそういうのがね本当みんな考えてるところだねいくつごこ、うん、何が幸せだって、うん、自分で見つけることだね。いやでも今日はもう本当に枝さんがすごいだろ、はい、インパクトもすごいけどまあ本当に可愛い男なんで、はい、僕は好きでこいつ変わんないから昔からなんかちょっとイメージが異なったというか僕もう少し勘というか野生の勘で生きてる方々も意外とこうポリシーというかその仁義とか美学みたいなのを大事にしてるんだよ。はいちょっと柄悪いけど、はい、柄悪いけど結構ピュアな感じまあいろいろあったからお互い、うん、俺の中でもやっぱいろいろ考えてる部分もあるし、はい、今のね、うん、こともそうだ前のこともそうだけど、うん、森田君もほら前のこととかもいろいろあって生きてきてるから、うん、それに対してなんかほら今こう出てきていろいろメディア出てきていろいろ語ってみんなの相談だったりとかそういうなんていうかななんか悩んでるやつでもやっぱこういう破天荒な生き方でもやっぱ生きてればいいこともあるし悪いこともあるから逆に、うん、俺らもこのチャンネルでその人生相談結構多いから、うん、何ヶ月かに1回そのお前の枝の兄貴に聞けみたいな回もあっても面白いかなと思ってる。ああ確かになんかこう結構シリアスなさっきいいこと言うから、うん、ちゃんと世の中を見てるなまあ協力できるところはあればまあ自分の、まあ、範囲内では協力しようかなと思うし政治家とか興味ないの？まあ、教育とか政治とか、うん、どうなんすかね。でもやっぱさっきも言ったっすけどやっぱ昔は俺は必要悪だったしまあ今の政治とかもいろいろ興味はなくはないけど今じゃあねビーダー取り締まってるけど昔は散々昭和50年代40年代使っといてで俺らがガキの時も俺らのことを使っといて売田君も使われてるからね昔でビールね4課にいろいろ俺は見てるから4課と一緒に元 OB の警察官と飲んでるところも見たことあるし金渡してるのも知ってるし、まあ、そういうの考えたらはっきり言って、まあ、警察の補足とかねそうそうそう、うん、なんか国を良くするんじゃなくてお前らの生活良くするためにお前ら決めてんだろうみたいな俺らには来ねえぞみたいなじゃあ真面目にやってもじゃあ来んのかって言ったら来ねえし動かないとやっぱり、うんいやー熱い話ですね本当にちゃんと考えてるんだよ、ね、だからそういうメッセージ性の強いことをこれからちょっと発信していくのもありじゃないかなと思ってるの不良たちが元不良はだからなんせちょっと俺も聞けなくなってきたな、うん、こいつがあんまりに熱い話するもんだから、うん、ちょっとこの後もうちょっとこの話続編がこっちには出せねえけどあ、まあ、我々だけでやっぱちょっとこの国国家とかその政治レベルの話をしたくなっちゃったな。あ、わかりました。じゃあお前いいよ帰ってていいよ。あ、俺こっち盛り上がっちゃう。そうですね。お邪魔したら申し訳ないので、じゃあ私はこれ。お前みたいなオカマ野郎じゃ入れない世界だから、うん。お前もちょっとそこ勉強しとけよ。はい。中一の爪の垢でもよ。今日はありがとうございます。お忙しい中本当にためになりました。うん、ちょっと政治と教育とそういうのちょっと話しようよ。ちょっと俺らも。はい。じゃあお気をつけて失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。はい、どうもありがとうございます。前回小屋敷、調子はどうだよ。俺は大変なはずだよ。いろいろあったが、何度かやってるよ。いつものように、ここを歩いて、眠らない街、逃げ場のない道、やっと見つけた幸せな日々、またいつの日か確かめない。
土砂降りの夕立ち、ガキの頃を思い出す。遊園地のゴーカート、初めて食べたクレープ。財布には札束、革ジャンに金のブレス。親父のポケベルが鳴る、もうお開きの時間。また遊ぶ約束は果たされず、いつか見た古本で見つけた逆万字のシンボル。1970、伝説と呼ばれた男の足音を期待して眠った。ガキの最近はそのじゃあインカジとかそういうのもあんまやめて、うん、そうだね、どこでやってばっかやってて、かけ事好きだって、ね、あそうですね、まあ、もう人生がもうギャンブルみたいなもんだから、ずっとあの人生やってるみたいな、確かに確かに、うん、もうだから先輩も瓜田君も今ギャンブルやってるようなもんだから、うん、本当に生きてて、そう、もうギャンブル、人生ギャンブルだから、うん、何があるか分かんねえからマジで、うん、本当に明日死ぬかもしんねえんだから楽しく生きろ本当に、うん、まあ、平平凡凡には生きたくないんだよ、わかるだろ、明日死んじゃうかもしんないんだよ車の事故で明日、うん、でいきなりバスとか今曲がってきて俺引かれたら死んじゃうかもしんねえんだから確かに確かに、今日後悔ないように燃え尽きろってことを言いたいんだよ、お前勉強になるだろう、はい、ああ本当に勉強になりました、うん。